現在、尖閣諸島で領海侵入などの挑発行為を繰り返し行っている中国。1日にも中国海警局の船4隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認しており、これで56日連続、昨年の年間最多282日に並んでいます。読売新聞は先月30日、そういった中国の動き、そしてそれ以上に偶発的な事故などをきっかけとする台湾有事を念頭に、陸上自衛隊が来年ほぼ全隊員にあたる約14万人が参加する過去最大規模の演習を行うことを検討していると報じました。同規模の演習が行われたのは過去に一度だけで、冷戦の真っ只中にある1985年のことでした。旧ソ連による侵攻を想定して北海道で行われた。この報道を台湾で最多発行部数を誇る自由時報が引用し、日本の自衛隊が台湾の防衛を支援かとの見出しで伝えたところ、台湾の人々から喜びと歓迎の声が相次いでいます。寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。台日が協力して防衛力を高めていけば、中国も簡単には手出しできなくなる。親日親米で行こう。台湾は立つわ、入王するんだ。国民党の人たちよりも日本人の方が私たち台湾人のことを愛してくれてると思う。台湾軍もその演習に参加させていただけませんか。台湾は自衛するべきだと思うが、そのまま日本が台湾を占領するかもしれないぞ。むしろ台湾が祖国に回帰するなら歓迎するが、台湾と日本、心は常に一つだ。日米大インカ合同盟を結成しようじゃないか。日本は連合艦隊を復活させてくれないかな。また中国軍を一掃してほしい。台湾と日本はまさに唇滅び挟むしの関係にある。実際にもし台湾が落ちれば、次は日本の南西諸島が狙われる。日本がナーバスにならないはずがないよ。日本軍復活しないかな。今はちょっと弱いと思う。兵器の問題じゃなくて士気の問題としてね。台湾と日本はお互いに安心して付き合える永遠の相棒同士。宇宙の中心は韓国ではない、台湾なのだ。戦争となれば宇宙人も台湾を守りに来るさ。実際日本はもし台湾が中国に占領された場合、次に狙われるのは沖縄だと考えてるだろうな。台湾は日本の天皇の領土である。台湾と日本の素晴らしい友好関係がずっと続いてほしい。台湾は日本を実の父親として認識してるけど、何十年も離れ離れになっている今でも、日本は積極的に台湾を守ろうとするだろうか。外国と友好関係にあるのはいいことだけど、父親だなんて思う必要はないよ。日本はまだ台湾を自分の領土のように扱うのか。一部の台湾人は今でもそれを実際に望んでる。そういう人たちが本当に憎らしい。日本の防衛ラインは北海道、本州、四国、九州、台湾州だ。日本とアメリカの支援に感謝します。だけどそれでもやっぱり防衛力の強化は国防の独立性にかかっているとも思う。自衛隊の16式機動戦闘車を台湾に配備できないかな。機動性が高いから台湾に適してると思うんだよ。日本が台湾の防衛を支援かって見出しはおかしいでしょ。日本は状況に合わせて自国の領土を守ろうとしてるだけ。台湾周辺における自由航行を守るために日本は間接的に台湾を守ろうとしてるんだよ。台湾と日本は運命共同体。
ついに日本が動いてくれたんだ。日米かとの関係を大事にしよう。インドともかな。とにかく中国とは距離を置くんだ。自衛隊基地を台湾の都市に設置してください。台湾と日本で一度合同軍事演習を開催しようや。アメリカを除けば日本ほど台湾の安全を重視している国は存在しない。日本は明治維新の頃からスムーズな海運こそが経済と軍事力の生命線だっていうことを理解してるから。石油が取れない国はひとたび海運が滞れば経済と国防の崩壊に苦しむことになるんだ。日本はまた台湾を植民地化したいんだよ。台湾には日本に従う奴隷根性の台湾人がたくさんいるからな。俺は自分をスメダギ民だと思ってるし、そのことを誇りに思ってる。日本が占領してきやがったら俺は言ってやるぜ。歓迎日本ってな。中国が今みたいな拡張主義を続けるなら本当に日本かアメリカへの編入を考えるべきだと思う。海を隔ててずっと家族のような関係だったし、台湾と日本の友情だけは真摯なものだ。俺はそう思うんだよ。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。この動画がお気に召していただけたならチャンネル登録、いいね、あとご意見ご感想などいただけると動画作成の励みになります。次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼いたします。バイバイ。